はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。今回はねウェディングイベントということで、はい、妖魔界にねいるんですけど、今回ね一応限定イベントということでね、隠しステージねここありますね。ババーンがここにいるの久しぶりだな。はい、なんで隠しステージね妖魔界の解放していきたいと思います。はい、じゃあ今回もよろしくお願いします。追加妖怪誰だろうな。はい、そしたら一つ目のね隠しステージ解放していきましょう。メインストリートですね。ねぶたさん、はい、行きましょう。一人だね。よいしょ、これどこかな。さよなら。はい、今回怪文書あんのかな、ないのかな。あ、失敗。165以上でした。はい、隠されたルートが解放されました。達成、妖怪プニをサイズ12畳でした。隠しルート解放。よいしょ、女の子妖怪だな。なるほど、山女将か。最初奪うねが山女将だと思いましたね。似てたよね、シルエットね。山女将攻撃力アップだっけ。まだ揃ってない。あ、 S ランクか。なるほど、じゃあ今回コンボにしてみる。条件見なかったね。おお、ゲットだ。今回落ちやすいかな。いいね、コンボで正解でしたね。はい、モモコインゲット。山おかみゲットと。ああ、もうちょっとだったんだ。はい、じゃあ次も行きましょう。山神でした。はい、ステージ11でね、幻突ナースがね出てくれましたね。これ今回のレア妖怪ですね。女の子妖怪だと思ってましたが幻突ナースでした。よいしょ、落ちろー。うーん、落ちなかった。はい、まあただね、とりあえずねステージ11で出ました。まあいろんなとこでね出ると思いますかね。はい、はい、そしたら隠しステージ2つ目開放していきましょう。妖怪ウェディングコンテスト、白壁さん。おお、3体もいた。これあれだな、ボーナス玉いっぱい落ちてくるパターンよくないな。そう、最初星クリアするためにこのボーナス玉妖怪連れて周回するんだけど、隠しステージにとってあんまり良くないな。これほんとこの隠しステージクソルトでやめてほしいな。この解放条件苦手なんだよね。そろそろいいかな。これぐらいがいいかな。これで OK？ 全然 OK じゃん。どうしてもな、どうしてもやりすぎちゃうな。人玉ゲット。はい、隠されたルートが解放されました。達成、一度に22分2畳つなぐでした。オーバーキルでしたね。はい、ということで2つ目女の子妖怪。
おお、メデューサ。まあ、エンラエンラか、元は。行きましょう。この足が微妙なんですよね、このメデューサ。この足に注目してください。変な足なんだけど、これだと見えないな。変な妖怪なんですよね。妖怪学園 Y の裏ボス？裏ボスじゃねえか。中ボス？この子足が変なんだよね。はい、ということでね、2番目はメデューサでした。サイズ足りなかったよ。またモモコインゲットだ。今回モモコインイベントか。はい、じゃあどんどん行きましょう。はい、そしたら3つ目ね、隠しステージ解放していきましょう。闇。ガシャドクロだ。すごいな。後ろが気持ち悪いな。あ、もったいない。こんなんいらんよね。はい、フィニッシュ。落ちなかった。ドマイ。はい、隠されたルートが解放されました。達成。27コンボ以上でした。隠しルート解放です。さあ、ラスト誰でしょう。おお、エンラエンラだ。お祭りエンラか。 SS のみ。じゃあ、まあこのままいっちゃいましょうか。ちょいむず。これは女の子限定とかないんだな。 SS はダンドリゲットできたし、その前のカッパちゃんとかもね、今回のプリチー使うためにいいね。お祭りエンラか。そうだ、だガールズコインがこの前のお祭りイベント以来なのかな。あん時なんだっけ、真夏の夏目みたいな、そんなやつだって。常夏姫とかいたやつ。フィーバー行かなくてもなかったかもしれないですけど。よいしょ。今回バフは効くのか。前回なんか、前回前々回バフ効かなくてえらい苦労したけど。 OK、 懐かしい。反撃食らうからな、あれだな。落ちろ。うん、まあでもいいでしょう。はい、ということで最後のね、隠しステージは祭りエンラでした。消費札ゲット。はい、じゃあ最後ね、ボスのところ見て終わりにしましょう。まがまがしいね。はい、そしたら最後ボス戦いきましょう。これ奪うねですね。6月になると正しくなる若い女たちは。ジューンブライドってね、でも本当暑くて雨の確率も高いんで、あんまりおすすめじゃないですよね、本当はね。ただその分ジューンブライドにすると5月1月から5月に比べて値段が安い。そしてゴールデンウィークを挟むので、急に決めても間に合うというね。そんな長所がありますね。はい、ということで奪うね撃破しました。なんだっけ、まだ思い出せないな。歌舞伎の人だよ。よくもあの人って誰なんだろう。ウィスパーか。千吉さん。あの人がいないと何も意味ない。確かにそうだね。見る目は確か。あ、ウィスパーということで一件落着した。今回あれだね、ウェディングホーズ缶
なんかサマーウォーズのようでしたね。はい、ということでね、凄まじい妖力ということで、はい、心を奪うね、来ました。まあ奪うねはね、召喚カードで一番強いボス召喚カードだったからすごい思い出がありますけどね。さあ今回おはじきは40回と、さくちゃんが10回でいいんだね。はい、なんでさくちゃん10回とにかく頑張りましょう。じゃあ軽くやられておきましょうか。さあ今回王族もでも何でも近いんだな。種族制限はなしで、奪うね UZ なんだね。好物そばなんだ、渋いね。よいしょ、とりあえず一発かましてやるか。かます前にやられた。まあいいでしょう。で特攻が邪変、邪変も UZ なんだ、なるほどね。でさくちゃん一緒にいて倒しましょうって感じです。で今回豪快、あなるほどね、 これから裏マップだね。ちょっとネタバレしてしまいましたね。でプニットショットバトルではね、まあ、不快はあの課金としてもエンラエンラが欲しいね。でサクちゃんは鹿だね。とにかく鹿をゲットしましょうかね。なるほど、はい、じゃあここ見て終わりにしましょう。 V、幹部開幕か、厄介。女子以外のキャラパワーダウン、なるほどね。反撃フィーバー吸収、これは攻撃力アップ使えそう。1-2、これ厄介かな、あ厄介が今、そっか。これが豪快、豪快は女の子以外パワーダウン、反撃攻撃アップ無効、なるほどね。これも種族制限あり、ただ王族使える。1-3、これが不快か。不快は女の子以外パワーダウン、反撃無効、フィーバーゲージ吸収、技ゲージ吸収じゃなくてフィーバーゲージ吸収、 ZZ 以下で叩きまくれ、これ苦手だな。1-4、おお、これで破壊だ。破壊、破壊は女の子以外パワーダウン、反撃攻撃力アップ無効、技ゲージ吸収ですね。あお邪魔だ、もも邪魔。あこれ種族制限なしだ。ラストは何回か、はい、何回ね。何回は女の子以外パワーダウン、反撃無効、フィーバーゲージ吸収、フィーバー時間短い、これ爆裂の時間使えないようにされてんな。爆裂使えねえぞ。まあ一応合わせればいいかな。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。それではね、イベント頑張っていきましょう。また会いましょう。さよなら。ここ教会か。コンテスト会場っていうより教会だね。土下座地盤や。